はい。えー、それでは10月28日の3問に入っていきます。A は第三者 C の詐欺により、A 所有の土地を B に売却し、えー、移転登記もなされた。この詐欺について、B が全有価質の場合、A は詐欺による取り消しを主張できる、丸かツかという問題です、えー。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄からこの問題の内容をご確認ください。 で、で答えは丸ですで。今回の問題文の状況なんですけども A は第三者 C の詐欺によって土地を B に売却したということなんですよね A さんは C からの詐欺によって土地を B に売却したで B さんについてはこの詐欺について全員有価質だったって書いてありますね 有価質だったと書いてありますつまり B さんは詐欺について知らなかった。でも、その知らないことに対して落ち度があったということですね。だからちょっと注意していたら分かる話だけども、まあ、注意してなかったことによって詐欺の事実を知らなかったという状況です。で、ルールはどうなっているかというと、第三者 C から詐欺を受けた場合、詐欺の事実について相手方 B が過失なく知らない場合、つまり全員無過失だった場合、 B は保護されるんですね。したがって A は取り消しはできないです。一方で、B さんが悪意だったり、有価質だったりする場合っていうのは、B さんを保護する必要性が低いので、A さんを保護するんですね。つまり A さんは B さんに対して取り消し主張ができます。 ま、ここにちょっと書いてある内容なんですけれども、有価質の場合、詐欺を受けた A さんを保護して、A は取り消しができるっていうことです。今回、問題文を見ると、B さんっていうのは有価質、つまり過失がありますよね。だから、B さん過失があるんだから、B さんを保護する必要性は低いですよね。だから、A さんを保護しましょう。A さんを保護するってことは、A は取り消しを主張することができるということです。取り消し主張ができるということは、この土地を 取り戻すことができるということなんですね。まあ、従って A は詐欺による取り消しを主張することができる。丸っということになります。で、問い2に入ります。クーリングオフですね。宅建業者でない飼い主 B は、宅建業者 A に対して A 所有の建物の物件の説明を自宅で受ける申し出を行い、自宅でこの説明を受けて即座に買い受けの申し込みをしたと。 後日、勤務先の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合、B は売買契約の解除はできない。丸かツかという問題です。で、答えは丸です。解除はできませんえ。申し込んだ場所と契約を締結した場所が異なる場合は、申し込みをした場所で判断するんですね。え今回の問題で言うと、申し込み場所ってどこかっていうと、飼い主が自ら自宅で説明を受ける旨の申し込んだ場合における自宅ですよね。 つまり自宅で説明を受けますよって言って自宅で申し込みをしたということです。で、この場合っていうのはもうクーリングオフできないんですね。従って B はクーリングオフによる契約解除ができないので丸になるということです。そしてクーリングオフについては解き方、考え方があるんですね。で、それに従えば引っ掛け問題であったとしても全て解けるんですよ。ただちょっと説明すると長くなりますので、え今回すいませんえ、省略させていただきます。この点については個別指導でお伝えいたします。 で、3番に入る前に、まだ、えー、チャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録ボタンから、えー、チャンネル登録お願いします。で、その隣の、えー、ベルのボタンを押していただいて、す、え、べ、ー、てをクリックしていただくと、私が新しい動画更新しましたら、えー、更新されました、新しい動画、えー、アップされましたよって通知が来るようになりますので、そちらの設定もお願いします。で、問井さんですね、開発許可です、えー。開発許可を受けた開発区域内の土地において、 当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。丸かツかという問題ですね。え答えはツです。結論から言うと、今回のような届け出のルールってないんですね。まあ、だからツです。で、まず、開発許可を受けるための申請書には、どんな用途の建物を建築するか、 これ予定建築物の用途って言うんですけども、それを記載するんですね。例えば、え、戸建ての住宅、8個とか、まあ、こんな感じで書くんですよ。で、工事の完了広告前、つまり、まだ土地の造成工事が終わっていない状況ですね。その場合、予定建築物であったとしても建築できません。まあ、工事が終わってないから建物建てるなってことなんですね。で、工事の完了広告後、もうこれは工事が終わってます。 工事がすでに終わっているから予定建築物であればもう届け出することなく建築することができるんですね。で、もちろん建物を建てるので建築確認は必要ですよ。で、単に本門のようにルールがないから誤りとだけ覚えるんじゃなくてしっかり解説の内容を理解するってことがすごく重要なんですね。ただメルマガの内容だけでは理解学習できる問題が少ないんですよ。だからそれだけだとやっぱり合格って難しいんですね。 なので合格絶対したいという方は、ぜひ個別指導で一緒に理解学習をしていきましょう。そして個別指導の値上げまであと3日です。支払いの分割回数も増やしてますので、支払いやすい内容となっています。個別指導の詳細は動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。また明日お会いしましょう。レトスのオノでした。